さんこんにちは、藤です。梅雨も明けまして、このね快晴で夏ですよ。ということでですね、今日はですね片手腕立て伏せについてレクチャーしていこうと思います。まあ、片手腕立て伏せ、まあ普通のね腕立て伏せに片手を乗っけて腕立て伏せするだけなんで誰にでもできます。いきなりできる方もいれば、まあできない方もいるんでね、まあそこも順を追ってねレクチャーしていこうと思います。それではねもう早速いきましょう。はい、早速ね片手腕立て伏せやっていくんですけれども、まあねこれするにはまあさすがに最低条件っていうものがありまして、まずはじめに腕立て伏せがまあそうだな30回以上連続でできるようにはしておいてください。この片手腕立て伏せ体幹が必要になってきます。っていうのも、まあ、腕立て伏せって、まあ、この腕がね2つあって支えてくれるんでできるんですけど、これを1つ乗っけてしまうとまあややねバランス感覚が取りづらく、この1本の腕に体重がね乗ってくるようになります。ですのである程度こっちに倒れないように体幹も固めておく必要があるので、まあ体幹もね鍛えておいてください。で、片手腕立て伏せって初めからこの腕立て伏せと同じように足をね揃えてやるのは結構ね難しいです。なので初めから両足をね揃えなくていいので、まず初めに例えば右で腕立て伏せをするのであれば左足を横に出してください。もう目いっぱい横に出してください。体が柔らかい人とかだったらこれをねここぐらいまで持ってきてもいいです。で、初めどんな感じで片腕に体重が乗るのかっていうのをまあ認識しながらねやってください。まあ、要はこれがこちらのね片腕代わりになってくれる足です。それと同様左で腕立て伏せするのであればこの右足をね前に持ってきます。早速まあねやっていくんですけど、コツがね腕立てのようにそのまま下にこう下ろしてしまうとなかなかきついです、片手腕立て伏せの場合は。なのでイメージとしては横に腕立てする感じです。真正面からいくと縦じゃなくて横側にこう持ってくる感じです。そうすれば、まあ、体がくの字になるようになるんですよ。こんな感じで初めは全然これで OK です。慣れてきたらこのフォームを崩すんじゃなくてこのね出てる足をちょっとずつ下げてください。完成形は足をね閉じて、まあ、普通の腕立て伏せと同じような感じで片手腕立て伏せができればすごいねかっこいいんですけど、まあ、まずは足を出して、でさっき言ったように横に腕立て伏せをする感じ、これをねこの2つを意識するだけで結構ね簡単にできちゃうんです。次にこれが慣れてきたら手は、まあ、後ろにね持っておいてください。まだこの段階ではねバランスを取るために、まあ、手はね正直どこにあってもいいんですけど、最終的には後ろにね手を持ってきます。はい、で本当に一本の腕でやっていくので、まあ、ここでねだいぶバランスが崩れる人はいるかもしれないです。こんな感じで僕が思うにこの、まあ、片手腕立て伏せ意識するポイントとしては体を腕に近づけてあげるって感じかな。腕立て伏せの場合はすごいね腕に来る感じなんですけど、結構ね片手腕立て伏せって肩とかいろんなところに来るんですよ。体をね腕にも近づけてあげる感じ。腕だけで行こうとすると結構きついので体を腕に寄せに行ってあげるって感じですね。慣れてくると結構ね片手腕立て伏せでも連続でできるようになったりします。でそこから片手腕立て伏せのアレンジとしては片手腕立て伏せジャンプとか、まあそこからね自分のアレンジができると思います。今日は、まあ、片手腕立て伏せについて、まあ、軽くねレクチャーしていったんですけど、まあ要はまあ、初め言ったポイント、まず腕立て伏せが30回以上できるっていうのが前提で、あとは体幹を鍛えておく、この2点がねできれば誰でもできる腕立て伏せです。ですので
ぜひ皆さんも、この片手腕立て伏せ挑戦してみてください。ということでですね、まあこんな感じで、今回のレクチャーを終わりたいと思います。いや日焼けが痛え、マジで。いやなんかね、このタンクトップ着ててもめちゃくちゃ擦れて痛いんですけど、まあ、それはよしとして、この動画ね、よかったらグッドボタンと、あとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで皆さん、次の動画でお会いしましょう。さよなら。